さん。あの昼も夜も夜中でも夜明けでも I'll be there おーさん。喜びと愛をデリバリーするのが俺の超休み休み夕方逆戻り迷う旅眠る子に朝やっと sleepy 命がけでサービスするやってまいりました。奥さん。さあ、そんな2019年令和最初一発目のアメフェス、今日このアメフェスに初めて来たという奥さん、早くない。ちょっと今面白かったですね、今ね、早いってミュージック。じゃあそんなあなたにお名前を。今日アメフェス初めてです。初めてです。ご主人と。いや、友達と2人で。あ、わかりました。夫婦関係うまくいってます？あ、最近いつやりました？10年ぐらい。お貸ししましょうか？なんならばね、ね、ね、で行きましょうか。お名前は阿部きよこです。きよこちゃん。はい。さっぴじゃ10年やってないアメフェスに初めて来たきよこちゃんのため。せーの。Every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Every day, Every Sunday, Don't stop.
人がいますよ。初情危ない。横浜けんちゃん初情いくらちゃん、いやけんちゃんいくらちゃん、そのうち新横浜の駅でお土産として売られます。はい、シューマイがライバルです。シューマイがライバル、崎陽軒の月餅の横に並べてもらいました。そうじゃあ今日はそんな中、これだけの人がいるからなかなか難しいと思いますが、旦那さんじゃない、よその旦那さんと来ちゃった奥さんいますか？ NTR ちょっとそちらの真ん前のそちらのはい私シットプレイ、私他の旦那さんと来そうな感じしますもんね。はい、お友達と、あ、でそれはなんか怪しい関係ではないんですか？はい、中止です。やっぱりつけないとやっぱね。お友達と来たんですね。じゃあまあ健康的でいいですね。お友達と来たお名前は、あなたはお名前は、ケンちゃん、お久しぶりです。原宿のウィークエンジンのホミコです。どうですか？ワイルドダンサーの隣にいたホミコ。ああ、ワイルドの隣。すみません、これちょっと個人的な場所だよね。80年代ですね。ふみこさん、80年代ワイルドダンサーの隣にいたふみこです。あそこ脇の入ってたところですね。はい、覚えてますよ。原宿ですね。覚えてます。じゃあ行きましょう。せーの、エビサンデーランデー中前ペンサンサーデーパイサーデーデーブデーデーサーノーストーふみこのためなら、一番若い奥さん、20代の奥さんいますか？20代。お、20代の奥さん後ろ。はい、本当？じゃあちょっと前に来てください。そこ2人、いいね、はい、来てください。2人、はい、来てください。はい、ね、はい、はい、来てください。じゃあ20代というと今、お年聞いてもいいですか？20いくつですか？29です。うん、お前限りなくダメじゃねえか。あらす、なんだどこの野郎。29だとお願いします。いや一番いいかもしれない。 ね、お名前は？夏希です。夏希ちゃん、いいね、夏希ちゃんに、夏希ちゃん、せーの、